もう早懐かしいわ。さあ、かがり、足で地面。この四十割は本当にね、もうね、次の日、体バッキバキですよ。え、ロマンスロケット懐かしい。え、鉄のないのかな？あ、でもグローリーデイズあったやん、そういえば。グローリー、覚えてるかな？自信ない、ガチ自信ない。そっか。じゃあ自信ないグローリーデイズやろう。懐かしい。ガチ自信ない。懐かしい。だってもう本当にずっとやってないもん。あるかな？グローリーデイズ。揺れちゃうか、ちょっと。グローリーデイズ。あった。 できるかな？待って。一回振り笛見たいぐらい。できるかな？怖い。 怖い。振り笛見たい、マジで。マジで振り笛見たいけど、ちょっと自信ないけど、やってみたいと思います。Thank you.
がとうございました。こんな下手くそなダンスを覚えてませんでしたね、全然。ありがとうございました。いやー、またねやれる機会があったらいいなって思います。面白かった。誰かが降りてくる。ありがとうございました。向きを変えたいと思います。変えたんだからあ、本当。あー、暑い。じゃあこの辺にしようかな、ダンスは。暑い暑い、夏、冬なのに。待って、どうやって、どうやって、買った。聞こえますか？聞こえなくなっちゃうかな、これやると。もしもし、聞こえないかな。聞こえますか？聞こえる？あ、よかった。ということで、アオミのダンスパフォーマンスでした。ちょっとね、本気では全然踊れてないんですけど、ほら見て、わかる？このテカテカさ、熱いです。聞こえる？ということで、いかがでしたでしょうか。久々の曲ばかりね。あ、コヨーテフラグは最近の曲なんですけど、久々踊らせていただいて楽しかったです。またね、やる機会があったらいいなと。そう、2割パフォーマンスでしたけど、今回はまたね、10割でやれる機会があったらいいなと思います。2割でも暑いですね。ヒートテック着てるし、ハイネックだし、これ裏肝だし、めちゃくちゃ暑いですね。ストーブついてるし。次に10割ショールームは、まあなんかね、レッスン場でできたらいいですね。レッスン場だったら踊れるんですけど、ちょっと家だとね、壁という壁があるので水分補給したいですね、確かに。水分補給したいですね。鉄な声ね、鉄なやりたい、マジ鉄な、本当に楽しいので。今僕らは風になる、思う。いや、楽しかったです、楽しかったです。もうね、夜だからメイクがすごい。ね、髪の毛フレンズでなんかダンスしたいねって思いますね。炭酸来る、炭酸来そう。氷の音する？なんだ、ジンジャーエールですね。いっぱい飲んじゃっていいですか？じゃあ皆さん乾杯で。はい、懐かしい曲に乾杯。あー、うんま。炭酸しか勝たん。危ない、鼻に入るとこだった。危ない。ということで、皆さん楽しんでいただけたでしょうかね。優しい、ありがとうございます、お母さん。お母さんね、動いた後の炭酸ほどうまいもんないよね、本当に。わかります。ぜひまた公園に来てくれたら嬉しいなって思いますって感じですかね。ほんと、もうすぐ皆さん時間来ちゃうね。最後までやろうかな。楽しかったです、めちゃくちゃ。よいしょ、やっぱひなのだわ。ありがとうございます。フォローしててよかった。ぜひね、ぜひこちらのショールームフォローしてくださると、なんと
数値がいくのでぜひぜひフォローしてくださると嬉しいですし、 SNS の方はあれですね、 Twitter をやっているのでぜひ Twitter の方のフォローもよろしくお願いします。そしてメールが最近頑張っているのでメールも登録してくださると嬉しいです。そうなんです、今めっちゃメール頑張ってるの。でも高いんでしょって思うじゃん、メールなんて。だってメールだよ、高いでしょって思うんですけど、なんと月にいくらですかね、あれ500円ぐらいじゃないですか確かコインで買えるので、月コインだった気はしますね。なのでぜひぜひゲットしてくださったら嬉しいです。330円、300円だって、みんな500円だと思ってたんだよ。あら、500円だと思ってたのに300円、もう安っってなっちゃうよね、こっちからしたら。ほら、わざとですよ、ひなのが大きい値段言ったの。こうやって言ったら300円が安く感じるかなってそう、私は営業上手なのでそういうとこもねちゃんとやっていきたいなって思いますね、これからも。はい、だってプリクラよりも安いですからね、本当に。皆さん今のね時代はメールなのでメール取ってくださいはい、プリクラは400円ですからね。そうだ、価値観は人それぞれですね。300円は高いと思う人もいれば安いと思う人もいて、普通だなと思う人もいて、でも私は300円あったらお菓子買いますあれ、これ営業妨害かな。そうですね、でもそんな好きなものを買いたいなと思うので、もし皆さんがひなのこと好きだなって思ったら、なんかそれは損じゃないと思うので、ぜひぜひ。私は好きなものがお菓子なのでお菓子食べます。だけど皆さんがひなのこと好きだったら、その300円も惜しくないんじゃないかなと思いますし、皆さんがそうやってただ300円というね、メールで300円は確かに高いかもしれないんですけど、その300円をひなのにかけてくださるのなら、私もその分たくさんたくさんメールを送りたいなと思います。まとめましたね、まっくん。そんな感じですね。ね、いい話になっちゃって、いい話、ひなのね、最近思ったんだけど、何でもいい話に追われる説、ひなのって思いました。どんな感じのメール？え、本当にひなののメールって多分本当に変わってて、なんだろうな、その時に思ったことを普通に、初見の方ありがとうございます、なんかその時に思ったことを本当にツイートしてるから、どんな感じって言われると本当に分かんないんですけど、例えばなんか今日はこんな気分だなみたいな、なんかね、なんだろうね、分かんない、ファンの方々どんな感じですか、私のメール。黄昏がちは間違いないすぐ黄昏れるし、でもたまに語っちゃったりとか、そう、つまり適当っていうのはあながち間違いじゃないですし、おすすめの曲とか送ったりとかね、ぜひぜひ見てくださったら嬉しいです。そう、その場の素直な気持ちを送ってます。そうそう、つまりひなの気分や間違いない、みんなが言ってることは間違いないです。
でもそんなひなのも悪くないでしょ。すごい、みんなやめて、営業妨害のことしか言わないんだけど本当に、なんか協力しようよそこは普通に、ね、むしろ好きだよね本当、気をつけてみんな。そうだよ、ココナさんが普通の目で見えてく。そんなひなのやばい、そんなことないよ。そう、ひなのはエモい、エモいメールを送ってます。どう、現代っぽいみたいな感じ。ちょっと無理かな、それは無理があるかな。まあ撮ってみたら分かるので撮ってくださいこれ以上はネタバレになっちゃうのでこれ以上言いません。って感じですね。ってことで皆さんもうないですか？いいですか？もう終わってしまいますけど、もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかいですか？逆に何か宣伝すること、何か宣伝できることあったかな。3月9日だって。流れる季節の真ん中でじゃん、少しずつ話せます、瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど2位あれです、2位公演やりますので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなって思います。お、3月3日からシュエラフトに写真あれですね、展示シュエラロフトにて、詳しくはツイッターに。リナのも卒業式で歌ったの、卒業式で歌いました。これはだからひなのにとってねすごい大切な曲ですね。もちろんサンプル見ましたよ、もう本当にね楽しみって感じあ、そうだ、トーク会があるのでコヨチフラグのシングル曲にお話し会が、トーク会が、危ない危ない、見えるかな、動いてますか？やばい、こんな最後の最後に、え、終わった？大丈夫かな？そう、2位トーク会があるのでぜひぜひ遊びに来てくださったら嬉しいなと思います。すごい、まだね直接お話できてないので、直接お話できたらいいかなと思います。ワンではありませんあと4分あるからね、ぜひ、今5時なのかな、わかんないんですけど、ぜひお話ししましょう。多分まだまだたくさんチケットはあると思いますので、ぜひぜひ手に取れれば。でもね、なかなか会う機会がない、会える機会がないから買うの不安だなと思うと思いますので、そんな無理には全然言わないんですけど、また機会があったらね、ぜひ来てください。はい、って感じです。隣からしか見たことないなら真っ正面から会いに来てください。そう、推しはね、推せるときに、っていう、私はよくね、推しは押せるときに押しとけって言うんですけど、本当にこれは正しいと思いますし、何でもそうなんで、やりたいときにやった方がいいし、後悔ない日々を過ごしてくださいね。物販であって以来なら、
物販なんてなかなか話せなかったと思うので、ぜひぜひ直接ひなのために会いに来てくれたら嬉しいです。友達をひなのの例に誘いました、嬉しい。そうやってね、たくさん私のファンの方々ってすごい仲いい方が多いので、そうやってたくさんの方が仲良く会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとうみんな。そう、何でも親孝行も同じですよ。できる時にしとかないと後悔しちゃダメです。呼び方は何でもいいですよ、ひなの、あおみさん、うみちゃん、ひなちゃん、何でも嬉しいです。時間がないですか？もうすぐ終わっちゃいます。皆さん悔いはないですか？あと2分題読みます。順位読むね。ありがとうみんな。13位は非公認のひなぴよキャラクターありがとうございました。そしてなんていうんだ、ハニワみたいな、ハニワさんありがとうございました。そして順位変わっちゃったね、もう一回読みます。13位はなんだっけ、これクロミちゃんだっけ、懐かしい、ありがとうございました。12位は花束を抱えたクマちゃん、ありがとうございました。11位はヨットに乗ったラスカル、ありがとうございました。10位はひなぴよ非公式キャラクター夏バージョン、ありがとうございました。そして9位は何これ、ゾウさんかな、ゾウさんみたいなわかんない、ありがとうございましたごめんね。8位はスノボに乗ったペンギン、ありがとうございました。そして7位は非公式じゃない初期アバターありがとうございました。そして6位はラスカル、ありがとうございました。そして5位は非公式ひなぴよキャラクター、ありがとうございました。そして4位はバツマルくん、ありがとうございました。そして3位はひよこちゃんの赤い旗を持ってる子、フラッグを持ってる方、ありがとうございました。2位はうさぎなのかな、サイリウム持ったうさぎちゃん、ありがとうございます。そして最後はなんかだらけてる宇宙人ありがとうございました。待ってくしゃみでそう ありがとうございました。また遊びに来てください。4360の方、この夜遅くに本当にありがとうございました。バイバイ。勝手に切れるのを待ちたいと思います。